藤谷蓮次郎です。今日は1980年代傑作アルバム全曲紹介の第8シリーズ、沢田研二さん、ジュリーさんのミスキャスト、1982年12月のアルバムから、また1曲ご紹介いたします。最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。で、本編に入る前にまたいつもと同じ決まり文句ですが、お願いを申し上げておきます。この動画をご覧いただいている方は、これをご縁と思ってぜひともチャンネル登録といいねの方よろしくお願いいたします。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。そうしていただけると私としては励みになりますので、ちょっとでも共感していただけたらよろしくお願いします。それでは参ります。今日取り上げる1曲はデモンストレーションエアライン、2曲目の曲です。デモンストレーションエアライン、井上陽水さん、白井亮明さん、これ説明するまでもなく、ほとんど全部これ、ね、このコンビなんですけど、そしてジュリーさんが歌っていると。でこのデモンストレーションエアラインは、その前のニュースという曲がですね、割とひょうひょうとした、ただ歌詞の内容は徹底的にナンセンスな部分があって、ただ楽しく聴いてるんですが、こっちは激しいです。最初結構スパニッシュ的なギターの音が響きまして、そこからスピード感のある、まあ、飛行機の離陸を思わせるような差し迫った感じの、まあ、サウンドが聞こえてまいりますか。何を言ってるのかはよくわかりません。俺を乗せて飛び上がるジェット機は管制塔の指示を待ち待機中っていう歌詞が出てくるんですけど、でどうしたっていう。でもこれはだから、陽水さんが、井上陽水氏がジュリーさんとのレコーディングを通して、ある種意味を削ったナンセンスなんだけども、ダンディーでかっこいい、ナンセンスがナンセンスで笑いにつながる時もあるんだけど、一方で本来の魅力は何かかっこいい、ダンディーに感じる、意味の浮遊した感じが、ふわふわとしてる感じがかっこよさにつながる、そういうものを探してたアルバムではないかなと私は思ってるんですが、で陽水さんそういう意思があってやってたと思うんですが、これをですね、またジュリーさんが丁寧にあの色っぽい声で歌い切るんですよね。あれを律儀に歌わせて歌詞として全部聞こえてきて、どうでしょう、ジュリーファンの方、私は当時小学生か中学生に入った、中学校に入ったばっかりくらいですけど、あれで何言ってるかなんて全然わかんないですよね。歌詞が聞き取れて、ジュリーさんのボーカルできちんと全部聞き取れるんだけど、何を言ってるかわからんけどかっこいい、これを探しているのが、ニュースもそうだけど、ニュースはまだひょうひょうとしたひょうきんさというの一方であったんですけど、今度は差し迫ったかっこよさになります。このデモンストレーションやら一回聞いてぐっと引きつけられる人は結構多いかなと思います。これはね、白井亮明さんのアレンジもそうですが、このスピード感を出してみせた白井亮明さんのアレンジ、それからジュリーさんの全ての歌詞を丁寧に聞き取らせるあのボーカルの力量、こういうものが十分映えて反映してのことだと私が思いますが、いかがでしょうか。2曲目、デモンストレーションエアライン、これもニュース、デモンストレーションエアラインというあたりは、本当に何を言ってるかわからんけどなんかかっこいい、そういうふうに子供の頃の私は捉えまして、次の曲になるとだいぶ色っぽくなるんで、ここは結構はっきり分かったんですけど、分かったところでね、あれだからどうなるという話なんですけど、やっぱりこのミスキャストというアルバムは、今に至るまでえらい、なんだかよくわからないけど魅力があるという曲が多いなと思います。このなんかよくわからない感じが、この当時のジュリーさんとか陽水さん、当時30代半ばに入ろうかという彼らにとっては重要なチャレンジだったような気はいたします。その一曲がこのデモンストレーションエアライン、まだもっとえげつなく何言ってんだこれっていうのは出てきますけど、デモンストレーションエアライン、ぜひとも聞いてみてください。引きつけられますよ。ただわけわかんないですけどね、なんかこう恋愛の焦った部分というようなことなのかなと思いますけど、だったらそうやればいいわけで、どうしてなんでしょうね。では今日はミスキャストの1曲、2曲目のデモンストレーションエアライン取り上げてみました。来週もまた次の曲に行きますが、来週は結構有名な曲になります。最後までご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録といいねの方よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。